Yomi-chan,しっかりして! ほら、貧民街のことを思い出して! その姿のまんまじゃ、ホムラ愚連隊のみんなが悲しむわよ! そう、あなたはヨミちゃん! もやしが大好物で、ホムラ愚連隊のヨミちゃんよ! ヨミ、私のことはわかる？はるかよ。わかるような、わからないような。思い出して、私たちには楽しい思い出がたくさんあるじゃない。楽しい思い出ですか？例えば？あ、ごめんなさい。 よく考えてみたら、楽しかったことってあんまりないかも。え？蛇女にいた頃は修行が厳しかったし、抜け荷になってからは極貧生活になったし。そうだったでしょうか。貧乏でも、なんだか楽しかったような記憶が。みんなでご飯を作って、ワイワイしながら。 ええー、でも、ヨミちゃんに作ってもらった雑草スープはまずかったわよ。あれは雑草スープじゃありません。野草スープです。って、あれ、私は。人間の心が戻ってきたみたいね。ちょっとこっちに来てもらえる？え？で、この上に乗ってもらえる？安心して。何の変哲もない。 普通のピンボール代よ。変哲もないと言われても、なんだか怪しい気がしますわ。まさか、私を騙して食べる気なのですか？私は食べないわよ。でも、結果的にあなたは食べられちゃうかも。どういうことですか？このまま放っておけば、人間としての理性を失って、あなたはタヌキとして山で暮らすことになるのよ。 当然、漁師に狙われるでしょうね。それで、銃で撃たれて、タヌキ汁よ。タヌキ汁？さあ、ここからあなたが頼りよ。ヨミちゃんを人間に戻してあげて。 戻るしかないわね。でも、どうやったら人間に戻れるのですか？そこでじっとしていればいいのよ。それだけでいいのですか？ええ、そう。後のことは私たちに任せて。信用していいのですよね？ もちろんじゃない。笑顔が怪しいですわ。
巻き返すのが気持ちいいのよね。見かけによらず激しいのね。ミッションコンプリートよ。やったわね。あなたに頼んで正解だったわ。やるじゃない。嬉しすぎですわ。ミッションコンプリートよ。さすがだわ。あなたの力になると思うわ。
役に立つかしら。アイテムを使うのね。やったわね。困りますよ。さすがだわ。ミッションコンプリートよ。あなたに頼んで正解だったわ。やったわね。あらあら、ここを比べたら。記録が完了いたしました。ヨミちゃん、よかったわね、人間に戻れて。はい、でも私はどうしてタヌキなんかに。さあ、なぜかしらね。私も理由が知りたいわ。アルカさんの仕業ですね。ドキッ、鋭いわね、あなた。でも私の責任を追及するのは後にして。それより他の子たちも元に戻さないと。他の子？リョーナちゃんは犬、アスカちゃんはウサギ、ムラサキちゃんはクマ、ユミちゃんは猫ってありさまよ。そんな、なんてことに。若くて優秀な忍び学生が4人も動物になるなんて、これは忍びの世界の一大事よ。確かに。おまけにこのまま放っておけばみんな漁師に撃たれて汁になっちゃうのよ。いや、それは犬や猫は漁師に撃たれないと思いますけど。
とにかく私たちはただでさえ抜け人で肩身が狭いのよ。こんなことが公になったらもうホムラグレン隊は忍びの世界で完全に生きていけなくなるわ。それは困ります。ですがそれは全部ハルカさんのせいなのでは。ホムラグレン隊は家族も同然。私の失敗は仲間の失敗よ。わかりましたわ、協力いたします。でも元に戻すと言ってもどうすれば。あなたにしたのと同じよ。まずは人間だった頃を思い出してもらわないと。その後にこのピーチボールを使えば OK よ。ずいぶんと簡単に言いますが、そううまくいくでしょうか。もうグズグズしている時間はないの。まずは嘘でも何でもいいからでっち上げて、あの子たちにいろいろと思い出してもらうわよ。いいわね。わかりました、やってみますわ。さあヨミちゃん、みんなを人間に戻すわよ。はい。あなたも協力お願いします。こういうのは上手そうですし、期待してます。